日本大学国際関係学部シシドゼミナールの、えー、鈴木柿本安在で発表させていただきます。ミレニアム世代および Z 世代に向けた観光需要喚起策について発表させていただきます。沼津市のプロジェクトとしては3つのユニットに分かれ、沼津ならではの観光資源を活積極的に活用し、えー、情報発信を目的に 活動を行っております。宿泊施設ユニットは、沼津市の宿泊施設を学生目線でプロモーションし、宿泊客獲得に貢献するをテーマに行いました。旅行ビジネスユニットでは、学生目線から沼津ならではの旅行商品を作成し、地域活性化に貢献するをテーマに研究を行いました。そして、地域観光ユニットでは、街歩きマップを通して、 地域の魅力をを発信するをテーマに研究しましまた、はいえー、ではですね、まず宿泊,宿泊施設チームの安西です、えー、宿泊チームの発表をこれから始めさせていただきます。でまず課題点としまして、えー、日帰り観光客が多く、宿泊率が低い点が挙げられました。えー、そのため、ですね宿泊率を高めるイメージ作りを心がけました。続きまして、プロモーション動画の作成について紹介させていただきます。 テーマとしまして、若者や家族向けのモデルコースの紹介ですね。でそ,ういそして、えー、動画を制作いたしました。え下は、えー、沼津リバーサイドホテルの一泊二日の、一、えー、泊二日の動画構成の作例になります。えー、次にですね、まあ、実際に我々はですね、えー、と宿泊を体験し、えー、宿泊施設や沼津市の観光魅力が伝わる動画を目指しました。えー、下にあるのが撮影の様子の写真になっております。 動画は2つ制作し、より深く施設の良さを知っていただくためのウェブサイトおよび YouTube 用の7分の長編動画とですね、インスタグラムや TikTok などの SNS 拡散用の短編動画を制作いたしました。今から短編の方の PV を一部ご覧いただきます。 最後にですね地域への提言といたしまして宿泊するだけでなくコンテンツの創出と魅力発信の強化が必要でありそれにはですね近場の楽しめる飲食店などの情報発信が必要であると考えました以上になります続いて旅行ビジネスユニットの発表に移りますリーダーの柿本ですお願いします私たちのユニットでは 新たな観光コンテンツの開拓が進んでいないこと、集客を目的としたイベントが少ないことを課題と捉え、宅地型ツアーを作成することで、これらの課題を解決しようと考えました。そこで私たちが取り組んだものが体験型ツアーの作成になります。研究内容といたしましては、探検コンテンツの調査として、陶芸体験、同色機体験を行いました。これらの体験を実際に自分たちで体験し、 地域の方と関わることで新たな面白さや発見もありとても有意義な時間となりました。下のオーバーオールの着用とモビリティカーの乗車については沼津の観光協会さんからご提案いただいたものになります。沼津市は昨年の11月にデニムの日本最古の地であることが判明いたしました。そこで沼津市の伝統企業である 山本被服様と協力し、オーバーオールを着用しながら体験やバーベキューを行うといったプランをご提案いただきました。モビリティーカーにつきましては、沼津市の二次交通の課題、駐車場のオーバーツーリズムの課題を解決するために取り入れられています。また、超小型 EV を導入していますので、CO2 の排出削減にもつながっています。これらのコンテンツを利用して、モニターツアーを作成いたしました。 スケジュールはスライダの通りになっています。先ほど紹介したモビリティカーやの乗車や同食器体験も含むとそれに加えての地元の食材を使ったバーベキューも含まれています。これらの食材は沼津沼津の商店街や沼津港から仕入れいたしました。これらのモニターツアーを受けて学生目線からの意見をまとめたレポートをと観光協会さんに提出いたしましたのでその一部を紹介したいと思います。 同食器体験では、SNS の発信方法に目を向けて、ハッシュタグの利用や、ネット予約を可能にすることで、より利用がしやすくなるといった意見や、バーベキュー体験では、地元の食材をせっかく使うということなので、調理法や説明についての資料があると、より分かりやすいのではないかといった意見が出ました。最後に、地域への提言になります。沼津でしかできない観光体験が何かを追求すること。 オンラインツール、S. N. S. などを、観光の情報発信、観光コンテンツに有効活用すること。今回はモビリティ化を利用したように、移動手段のバリエーションを増やすことが挙げられました。以上で旅行ユニット終わります。続きまして、地域観光ユニットのリーダー鈴木美鈴です。今から地域観光ユニットの発表を始めます。まず、課題点として。 沼津駅周辺地域以外の観光客誘致が進んでいないということから、私たちは原地区のコンテンツの認知度向上に努めました。また、若者の興味関心が薄いことが課題として挙げられました。そこで私たちは街歩きマップの作成を行いました。内容としては、まず、えー、飲食店や、えー、お寺の取材へ行き、そして、えー 原浮島地区活性化プロジェクトチームの方と打ち合わせを行いながら、マップのラフ画を作成いたしました。そこからラフ画をデータ化し、マップが完成しました。最後にマップの配布を行いました。実際に完成したマップがこちらです。全体的に、えー、学生ならではのノート風のデザインで、中には飲食店の情報、そしてお寺の歴史や、 えー、知るべきポイントについて載せました、えー、印刷部数は全部で1500部そして、えー、掲載させていただいた店舗を含め全部で14箇所に設置させていただきました地域への提言として、えー、学生でも楽しむことのできるコンテンツがあるということを、えー、時代に合ったツールを活用し、えー、広げていくことが必要であると思いました そして学生と地域の関わるきっかけを増やすことで若者への興味関心を引くのではないかと考えました最後に3つの研究を通して地域を盛り上げたいという熱い思いを持った方の存在や新しい観光資源の発見をすることができましたそして、えー、より地域の魅力を発信していくためにも住む地域や世代が異なる人々が議論を交わすことで知見が広がると思うため今後の 地域の方々との交流が必要だと考えます活動の課題としてスムーズな連絡の取り合いを行うために計画を共通認識していく必要があると思いましたまた学生からももっと積極的に地域の方と関わることで交流の幅を広げるきっかけになったのではないかと思いました今後としましては沼津観光ポータルにて活動を掲載する予定です そして来年度も沼津市と連携した活動を行い、活動を進化させていく予定です。ご清聴ありがとうございました。